第10章マスコミをにぎわした近藤誠氏の「ガンむドキ論」。患者よがんと戦うな、というぎょっとするような題名の本を書いて、大きな反響を巻き起こしたのが、慶応大学病院放射線科の近藤誠先生です。その主張は要約すると、次の通りです。A 抗がん剤は、一般の人が期待するほどの効果はない。 抗がん剤治療の90%は無意味である。B がんに対する手術万能主義は誤りである。放射線療法がもう少し見直されるべきである。C がん検診によるがんの早期診断は無意味である。D 現代医学でがんと呼ばれている病気には小さいうちから全身に転移を起こす本物のがんとがんのように見えるが転移を起こさず。 性腫瘍と同じ振る舞いをするがんもどきの2種類がある外科医が手術して治ったと自慢しているのはがんもどきであり本物のがんは手術の時すでに転移を起こしているので手術しても決して治すことはできないよって本物のがんに対して手術は無意味であるまたがんもどきは良性腫瘍と同じであるから症状がなければ 手術の必要はない。E、本物のがんの場合は、現在の治療法は、ほとんどが無効で、癌と闘っても無駄である。苦痛を和らげる対症療法、癌和療法が重要である。F がんの本質は老化現象である。フィッシャーがニューバイオロジー説で、がんは全身性疾患であると言いながら、手術自体の有効性は認めているのに対して、 近藤説は明確に手術無用論を展開していますがんが全身疾患であれば手術で切り取っても根本的には治るはずはありません率直に言って私は近藤氏の勇気と優れた洞察力に敬意を表し近藤氏の説の大部分を支持しますしかしこのような主張をすればその成否はともかく 正統派からの反撃は必至です正当派と称する医師たちから総攻撃を受けあなたの言っているガンモドき論は仮説に過ぎないと批判された時平気であなたたちの手術抗がん剤万能主義こそ仮説であると切り返していました近藤氏のガンモドき論はかなり正確にガンの本質を見抜いていると思いますが残念ながら 私の見解とは多少違います。私が千島学説的視点から考察した見解によれば本物の癌と癌もどきは明確には区別はできないと思います。人間の中にある癌は決して偶然に発生したものではありません。発生するべき理由があってその結果として発生したものなのです。ニューバイオロジー説でも がんと宿主の関係を重要視していたようにがんは宿主側すなわち患者に何らかの原因があって発生する疾患なのですよってがんができるべき理由がなくなればがんは消失するはずなのです本物のがんとがんもどきの間には患者の状態に応じて無数の中間型が存在すると思いますし正常細胞とがん細胞の間にも 患者の状態に応じて無数の中間型が存在していると思います。要するに、がんは人間の体の状態によって近同士の言う本物のがんになったり、がんもどきになったり、また正常に戻ったりと常に変化している存在であると私は考えています。近同士は患者よがんと戦うなと言っています。これに対し、 ある有名な医師がテレビで治らないと分かっていても1%でも可能性があると思えば積極的に戦うのが医療者の立場でありがんと分かったら戦うななどというのは医師の風上にも置けない敗北主義者の言うことだ近藤氏の医師としての人間性を疑うと盛んに憤慨していましたこの正統派医師の言うことは至極当然のように聞こえますが 重大な事実を見落としています。現代医学の手術抗がん剤放射線の三大療法を中心とするがん治療法では積極的に戦えば戦うほど患者は苦痛と出費ばかりが多くしかもある一定以上に進行したがんは絶対に治らないという事実です1%の可能性にかけて当然のように敗北した例に テレビ司会者の泉氏があります。いつみ氏は胃がんで他の病院で手術し再発したあとゴッドハンド神の手を持つと言われる東京女子医大病院の羽生藤雄教授に手術を受けました。手術は熟練した外科医のもとで最先端の治療技術を駆使して行われ手術後には最も効果があると 評判の最新の抗がん剤も使用されました。結果は、手術後、退院もできず、3ヶ月後に逸見さんは亡くなったのです。この間の逸見さんの状態をよく考えてみてください。逸見さんは、がんと勇敢に戦ったのでしょうか私はそうは思いません。勇敢にがんと戦ったのは、勝ち負けはともかく、羽生教授をはじめとする。 東京女子医大病院の医療スタッフ、そして抗がん剤を開発した医薬品メーカーの研究者やスタッフだと思います。泉さんは、ただ手術後の痛みと抗がん剤の副作用をにぐったりしていて、とても積極的に戦うなどという状態ではなかったはずです。近藤氏は、がん検診は全く無駄であると主張していますが、私の経験では、がん検診によって、 早期のがんだけでなく、ある程度進行したがんが発見され、これによって命拾いした人がないわけではありません。しかしながら、一般住民を対象とするがん検診には、膨大な費用がかかります。膨大な費用がかかる割には、がんの発見率は極めて低いのが実情です。また、がん検診は、比較的簡単な検査法しかできないため、 見落としが極めて多いのです例えば通常の胸ブレントゲン撮影では早期の肺がんはほとんどチェックできません膨大な費用をかけ多くの医療関係者を動員したとしてもたった一人でもいいからがん患者が見つかって助かればそれはそれで大きな人道的な成果であるという考え方もできますしかし一方では 健康とは自己責任において管理するべきであるから、多額の税金を投入することは、お金の無駄遣いであるという考え方も、非難できるものではありません。事実、最近は、がん検診を中止する地方自治体も増えています。いずれにしても、がん検診は、全く無意味ではないにしても、無駄が、多く、極めて効率の悪い診療行為なのです。 近藤氏は著書の「患者よがんと闘うな」の最後で次のように述べています。か弱いとともに、遺伝子の傷が増加する一方で、がん死亡率が急上昇するところを見ると、がんの本質は老化といえるのではないでしょうか。がんの本質が老化であれば、がんが治らないのも不思議ではありません。のの始皇帝の時代から人は 老化と戦っって勝ったがたないのです。どうやらがんはその本質上治らないと考える必要がありそうです。中略前述したようにがんは老化現象ですがそれは言い換えれば自然現象ということです。その自然現象に治療という人為的な働きかけをすれば体が不自然で不自由なものになってしまうは当然です。 どうやら私たちは思想や理念の上で癌と闘うという言葉から脱却すべきところに来ているようです。しかしそれはがん治療が一切無意味ということではありません。小児急性白血病などの一部の癌は治すこともできます。モルヒネや放射線などによって痛みや苦しみを取ることもできます。しかし残念ながら 治療で治せるがんはごく少数なのです。したがって、肝心なことは、がん治療に多くを望まない、ということのように思われます。がん治療には、最低限、症状をとってもらうことを期待しましょう。他にメリットがありうるとしても、それは、おまけ、なくてもともと、と考えるべきでしょう。また、そのように腹をくくった方が、 専門家にすがって無理な治療をされてしまうより長生きできることも多いものです。要するに治らないことを率直に認めないと長生きもできないし楽にも死ねないわけです。がん治療の将来にも大した夢も希望もありません。しかしそのことを悲観する必要はありません。なぜならば私たちの人生にとって。 が癌や癌治療だけが大切ななものでではないからです私たちにとって大切なのは自由に生きる何者にも煩わされず生きるということではないでしょうかそのためには死ぬまでえまいからも解放される必要があるはずですもっとも死ぬ直前にはたいてい何だか具合が悪くなりますから死ぬまで完全に解放されるというのは無理かもしれません しかし他方病は木からというように病は自然現象につけられた名称であって私たちの頭の中や観念のうちにしか存在しないと見ることも可能ですしたがってもし私たちが癌を自然現象として受け入れることができるなら癌による死は普通自然で平和ですから癌においてこそ 病という観念から死ぬまで解放されるのではないでしょうか。近藤氏の見解は臨床の現場で実際にがん患者さんと真剣に向き合っている医師ほど共感できるのではないでしょうか。近藤氏ががんと戦うなとわざわざ言わなくても、現在のがん治療の下では患者は初めからがんと戦うなどという状態にはないというのが私の見解です。 なるほど、医師をはじめとする医療関係者は一生懸命に戦っているかもしれませんが患者さん自身は耐えるだけの消極的な戦いしかしていないというのが現実です現在のところがんが他の臓器に転移していれば一般的には積極的に治療しても治らないことは医学的に明らかですならば無駄な戦いはやめた方が 医者も患者も楽であるし医療費の無駄遣いにもならないから合理的であるという近藤氏の意見は正論ではないでしょうか現代のがん治療では患者はどう努力しても受け身の立場であり積極的に戦う主役は医師を中心とする医療関係者です下手な医師に手術を受ければ患者さんがいくら努力をしても死んでしまう場合もあり 残念ながらがんと戦えと言っても患者さん自らが積極的にがんと闘う方法論は西洋医学の立場からは全くありません私の意見では近藤氏の持論は西洋医学の立場からは正しいと思いますが東洋医学的な視点からは必ずしも正しいとは言えないと思います残念なことに近藤氏の見解は 東洋医学的な視点を全く変えていまがんの本質が老化であれば子供にはがんは発病しないことになりますが小児がんはかなりの症例数が存在しています一方東洋医学の究極の目標は養生による不老長寿でありその治療法の本質は老化を防止することなのです私は患者さん自身が 積極的に癌と戦う方法論は、既成概念にとらわれず発想を変えれば存在すると思います。そのヒントは、千島学説と東洋医学の中にこそ存在しているのです。